ロバート・ホーマッツ国務次官アメリカ合衆国において国務次官は国務次官の一人である。同職は国務省の上席経済顧問を務め国際経済政策に関して国務長官に助言する。また、米国の経済的相手国との貿易や農業、航空、二国間通商関係に関する業務を主導する。経済、エネルギー、実業局は同次官に使える。 唯一の部署である。現在の次官は、ロイベン・ジェフェリー3世で、ジョゼッテ・シーランに代わり、2007年6月27日に就任の宣誓をした。議会の法律は、1946年8月1日に、将来第3位の幹部として、経済担当国務次官に2年の任期を初めて認めた。 しかし同職は更新されず、1947年から1958年までは、対外経済問題を扱う職は、国務次官代理、または国務次官補のいずれかであった。1958年6月30日、議会は、相互安全保障法により、経済担当国務次官職を、再び設置した。1959年6月30日の国務省、組織法は、 政治担当国務次官、または経済担当国務次官のいずれかを任命する権限を大統領に付与した。経済担当国務次官が置かれなかった1959年から1972年までの間、国務次官代理、または国務次官補が再び対外経済問題担当の幹部職員となった。1972年7月13日、議会は、 対外関係委任法に基づき、経済問題と政治問題担当の国務次官に相当する独立、常設の職を設置した。1985年8月16日、議会は同職を農業問題も含めた名称に改めた。この経済、農業担当国務次官は、対外経済及び商業政策に関する主席顧問として長官、及び副長官に仕える。 明示された任務や責任、課題は時期により多種多様であった。各在職者はその肩書きの一部として便利な名称で委任された。1994年5月12日、職名が経済、実業、農業担当国務次官に改められた。国務次官の職は1985年8月16日に国務次官と改められた。国務次官経済、 農業担当の職は1994年5月12日に国務次官と改められた。ありがとうございます。